ニトラゼパム製剤であるベンザリン上グラムニトラゼパムはベンゾジアゼピン系の中間型作用時間を持つ睡眠薬である週間性薬品指定日本では1967年に商品名ベンザリンとして使用の犠牲薬が開発発売しまたネルボンとして第一産協が販売している連用により依存症急激な量の減少により 離脱症状を生じることがある。抗精神薬に関する条約のスケジュール法に指定されている。麻薬及び抗精神薬取締法の第三種無期精神薬である。睡眠剤としては中期から長期作用型に分類される。半減期が12から24時間であり、長時間型にも匹敵する。このため翌日に眠気 だるさなどが残ることがある。寝付けの改善には不向きで、超短時間型や短時間型を使用すべきである。日本国外での商品名、アロドュム、モガドン、ナイトリーデン、ニランドロンなど。次のような効能、効果がある。フラフラ感、倦怠感、眠気、残眠り感、頭痛、ズオモ感、大き、凹凸、硬活などが報告されているが、 いずれも一家生活、軽度のものである。日本では2017年3月に、重大な副作用の項に、連用により依存症を生じることがあるので、容量と使用期間に注意し慎重に投与し、急激な量の減少によって、離脱症状が生じるため徐々に減量する旨が、追加され、厚生労働省よりこのことの周知徹底のため、関係機関に通達がなされた。 非反応に関してて乱や興奮がが生じるる記載されている医薬品医療機器総合機構からは必要性を考え万全とした長期使用を避ける容量遵守と類似薬の重複の確認また慎重に少しずつ減量する胸の医薬品適正使用のお願いが出されている調査結果には日本の診療ガイドライン5つ 日本の学術雑誌発信による用紙が記載されている。ありがとうございます。